イングリッシュマスティフとは、イギリス原産の警備用犬種である。最も著名なマスティフ種であるため、単にマスティフと呼ばれることもある。紀元前1000年頃に、フェニキア人がイギリスへ持ち込んだ、ローマンモロサスが先祖である。初期のうちは、先祖と同じく刀剣として使われていたため、それ用の犬種というイメージが強いが、純粋に刀剣としてだけ使われていた期間は短い。 刀剣としてはコロシアムでの殺し合いゲームなどに使われていたが、すぐに取りやめられガードドッグとして使われるようになっていった。その後も稀にギャンブル用の刀剣として使われることがあったが、おとなしい性格であるためあまり向かずほとんど使われていない。二度の世界大戦が起こった際は雑誌化により急速に頭数が減少して絶滅の危機に陥ったが、 第二次世界大戦後に本種をもとに作り出されたブルマスティフなどの犬種の地を借りて復活し、頭数回復後はそれらの特徴を取り除いて、純粋なイングリッシュマスティフの姿を取り戻すことができた。現在はフシーにも公認され、世界的にペットや小毒具として人気のある犬種になった。日本でも頭数はあまり多くはないものの飼育されていて、 毎年国内登録が行われている。2009年度の国内登録等数順位は136位中116位であった。ブリーダーも存在し、国内での入手も可能である。イングリッシュマスティフは、世界で一番古い犬種の一つ。頭部頭部が大きく、がっしりした筋肉質で骨太の体格をしている。マズルは短く太い。タレ耳太いタレオデコートは、 スムースコート、毛色は、ホーン、ブリンドル、アプリコットなどで、顔には、ブラックマスクが入っている。皮膚は少したるみがあり、顔には深いシワがあり、これにより顔が泣き顔に見えるという人もいる。体高は、オス 75cm 以上、メス 68cm 以上で、体重は、雌雄ともに79から 86kg の、大型犬。性格は忠実で、 飼い主家族にはよく甘える。見知らぬ人には警戒心が強く、不愛想であるが、他の犬に対しては優しく接することができる。ただし力が強いため、予期せぬ事故を起こさないためにもしっかりとした訓練が必要である。主人家族に危機が迫った際には、勇敢に立ち向かう。運動量は普通で、かかりやすい病気は股関節形成不全や悪性、新生物、 鈴見割り症などがある。ありがとうございます。